阪神ストレス溜まる試合が多いけど阪神ファンヤジで基本発散するからプラマイゼロ。どうもトラヤマです。はい、まあ、今回ね多分トラヤマチャンネルでね4回ぐらい4、5回多分4、5回かな参戦してるね。トラヤマチャンネルのはもう準レギュラーのね小沢さんとね今日は参戦しに行きます。開幕3戦目ということで、まあ、ここ2試合はねちょっとね、まあ悪い流れが続いてるんですけど今日は桐敷投手がね、そうね先発なんで、まあオープン戦でもね、ここまでいい結果出してて、まあルーキーってことなんですけど、今日はね、やっぱり勝たないと勝たないと、うん、ちょっと3連敗だけはね、本当にね、2020年みたいなね、悪い流れのスタートになっちゃうんで、今日はね、絶対勝ちたいと思います。そうだよ、新幹線って来たんだからね。そうですね、わざわざね、遠くからね、やっぱり来てる方もたくさんいると思うんでね、この京セラに。今日は阪神お願いします。絶対勝ちます。はい。チャンスあり。出てきた。どっちやどっちや。よっしゃー。リプレイ検証ありましたけどアウトでした。高津監督開幕3年で2回失敗してますねリプレイで。先制点取ってくれよ。残念。サンタナさん、ドミンゴサンタナさんがあとは一体阪神戦でどれだけ打てば気が済むんでしょうか。終わりますね。困るなマジで。オースティンやってもこんな打つの。マジか。先制ホームラン。昨日は先制タイムリー。一昨日もホームラン。阪神タイガースという球団に何かされましたかね。3回もチャンスを生かせる。桐敷投手が5回1失点だね。簡単のねホームランだけでめちゃくちゃいいピッチングしてます。これ打線カバーしてあげないと。これは援護してあげないと本当に。おい！おい！昨日もやったな。しかも高梨投手が多分ちょっとね今若干動揺してますね。これはチャンスですね。スケール隙が。これやっぱ4番テルで決めてもらいましょう。テルスケールスね。チャンスに打てない。マジかよ。今日はとことんチャンスで展開やないな。この回はちょっとな、高梨投手はちょっと動揺してたから1点な入れときたかったけどな。相手に流れがいっちゃうよこれ。うわーうわーうわー先着や。いやだからやっぱこうなるのよな。チャンスを逃すと、いやチャンスを逃し続けるとね、やっぱりこういう時ね相手に流れがいっちゃうんだよな。うわもう打ってんのに。村上、いやーマジか。斉藤幸也リベンジだぞ。リベンジ今度は抑えろよ、マジで。よっしゃー。よっしゃー。チャレンジ楽しみ。あ、2人でやりましたこれだよ。この敵役だよ、斉藤幸也。なんでこの間これができなかったの。開幕戦でそれを見せてほしかった。今リベンジ成功です。はい、ランニングホームラン。こんなあるか。こんなことがある。足速いしね、あの塩見。第1号ホームランちゃうねん。よっしゃ、うわ、いやあ、よっしゃ、落ちろ落ちろ落ちろ、ああ、ああ、打ち上げた。よし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 。
ほな、1点、1点返そう、1点。阪神かい、1点返せよ。帰ろ帰ろ。1試合連続完封負け、23イニング無得点、非常に心配です。開幕3連敗はないやろ。マジか、阪神タイガース、ガチで開幕3連敗するやん。23イニング連続無得点、あの初戦で全てやられたか。ルーキーの桐敷投手を援護できずに、昨日はプロ初先発の一平ちゃん見殺しで返そうよ先発が。おい、てかサンタナ、お前また打ったな、また打ったな、サンタナ何回やったら気が済むんじゃん。殺されたか、阪神タイガースに親を。なんだあのホームラン、うん、先制ホームランはないやろ。どんだけ打つんじゃん、もうオースティンや、お前はドミンゴ・タイラーや、タイラー・ドミンゴや。そして3点ビハインドで迎えた7回、塩見にランニングホームランはないやろ。なんやあれ、しかもそこ佐藤輝明両方スライディングしてどないさんねん、なんで両方スライディングしとんねん、カバー行けカバー。てか塩見足速すぎやろ、どんだけ足速いねんあいつ、シュートより速いんちゃうあれ、あんなランニングベースランニング速いの見たことないんだけど、異常やろあれ、速すぎるわ。阪神タイガースの次の相手広島東洋カープ、鈴木誠也が抜けたにもかかわらず開幕3連勝いけるか、絶対無理やろ、めちゃくちゃ強いぞ広島、今日も7点ぐらい取ってたし、セイヤが抜けてもつなげてつなげて点取ってんだよ。こっちはサムズが抜けて23イニング連続無得点、どうやって戦うん広島と、どうしたら勝てる、西さんに頑張ってもらうしかないか、西、伊藤正史、秋山がめちゃくちゃいいピッチングしよう、結局打たなかったら勝てない、次負けたら本当にやばいからだ、そのままズル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 っていくからね、開幕5連敗6連敗7連敗って、次の広島戦マジで打ってくれ頼みます。